桃江くん、今気になってる人いるでしょ。運命の相手かもよ。え大丈夫、俺は桃江くん好きだよ。僕も美波さんと会えてよかったです。可愛いやつだな。今お前の相棒いたよな。え、いやさっきそこにいてピュってどっか行ったぞ。おい、どうしたんだよ、なんで帰るんだ。お前思ってた以上に人たらしだな。何が会えてよかった。俺お前は俺が好きだと思ってたけど勘違いだったみたいだな。え、待って、さっきはお前のこと話してたんだ。え、稲見さんに手相見てもらって気になるやつがいるんだろって言われて、それでお前はどうなんだよ。んだよ言わねえよ。お前もしかしてやきもち焼いた。うるせえよ、黙ってろ。なんだよ偉そう。